埼玉トヨペット。一昨日とテストをさせていただいて、今ポイントが2位なんですが、やっぱポイント順でこうタイムが出てまして、ポイント1位、2位、3位、4位の、選手が、まあ、僕も含めてなんですけど、そこがすごく僅差の争いになっているので、今回のこの予選は非常にちょっと重要な、ラップになると思います。昨日が、予選は良かったんですけど、レースがちょっと良くないレースだったので、サンデーシリーズ、今日は予選もちゃんと前の方を取って、レースもしっかりと、いい順位で終わりたいなと思います。